ディズニー、ウォルト・ディズニー社がさ YouTube の放送会社を買収したっていうのをささっき来てびっくりしたんだよ。でメーカーズ・スタジオっていう、あのー、会社でアメリカの会社で YouTube の番組を放送してやってるだけの会社で。 ももううすごいいいね、どうでもいい番組なんだって。アメリカの売れてない芸人が出てきてゲームしててそれを実況するだけの番組で「それニコ動じゃん」みたいな「<laughs> ニコ玉じゃん」みたいなやつなんだけどもこれがね55億回,回再生してるんだって。<laughs> 一 <laughs> 番組で,で4,000万再生とか5,000万再生とかざらにあるんだってで全部合わせたら55億回再生ぐらいやっててちっちゃい会社なんだけれども YouTube で専門の番組やってで売れないコメディアンとかできてゲームやってみたとか歌ってみたとかあと何だろうなあの声のものまねして歴史上の偉人になってちょっとあの喋ってみたみたいな番組がいっぱい入っててそんだけの再生やってで。その会社をウォールト・ディズニー社が買い取ったとこれ何なのかっていうと <laughs>。 ごめんね。何なのかっていうと要するにあのウォルト・ディズニー社もそうなんだけども世界中のメディア配信側というかコンテンツ持ってる側って言ったらいいのかなコンテンツ持ってる側がそのプラットフォームのスタンダードをいよいよ YouTube に決めちゃったっていうことだろうと思うんだ。で、えー、同時に長編のの番組っっててていいううううがそろそろろろ終わととしてるっていう流れなんだと思うな。んだ思 なんだろうディズニーだったらさ2時間の映画とかさ作るわけじゃんで30分のアニメとかも作ってるわけなんだけどもそれだけの長さを見るのがだんだん人が少なくなってきたとでそうじゃなくて YouTube とかで3分とか5分の番組っていうのを無限に作ってる方が絶対にこれからの時代っぽいじゃないかっていうふうにディズニー側もか事を取るということじゃないけど気が付いてきたと。ななのでそのでドワンゴみたいい番組っていうのを、えー 作れるようにディズニーが YouTube の放送会社メーカーズスタジオというのを買い取ったでかなりねそのなんだろうな大きいニュースのはずなんだけどやっぱにあまり日本では報道されてないんだよねニュースの端っこに出てくるんだけどもこれだけ過激に、えー、コンテンツの会社が舵を取ろうとしてるんだけどもで僕らがこれね気をつけないとねどうなっちゃうのかっていうとさっきの「ドワンゴタブー」って言ったのは何かっていうとうん僕らがあの今 日本の文化だと思って、これ僕も日本の文化だと思ってるんだけども例えばゲームのさっきの「やってみた」とかさ「歌ってみた」とかさニココ生っっぽいンンテンツってあるじゃんで。そういうふうなものっていうのがおそらくその、えー、メーカーズ・スタジオをディズニーが買収することによってアメリカでどん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 始まることになるんだで、アメリカで始まっていったらそれがもうグローバルスタンダードになって YouTube 使って流れていつの間にかドワンゴっていうところが押されて消えてしまってかつての,その通産省のトロン構想みたいにさ 日本で結構 Windows よりいいものを作ってたのに結局世界の流れで潰されちゃったっていうようなことがまたあるんじゃないのかなというちょっとその辺が気になるな。る日本人はねオリジナルコンテンツ作れないとかプラットフォーム作れないという人もいるんだけどもそうじゃないんだよ,作っ,てんだよ作ってるんだけどもなんかねあの国が保護するところを間違えてるというかねあの僕らもついつい便利な方に流れるというのがあるんだけども、えー このままじゃこのニコ生文化とかね今コメント流れるとかさそういうふうなもの含めて全部またととかかかに持ってていれるんじゃななのう感がしております。ガラパゴスとか言うけどそういうのだよなうんガラパゴスじゃなくてねガラ日本のこのドワンゴの仕組みというかねニコ生正直言ってガラパゴスだと思うんだよ僕も。ただガラパゴスの中から出てくる面白いものの一番いいものだけ結局アメリカに取られちゃうわけだよね。